雄星です。2023年8月5日アジア中東旅18日目です。ということで今インドのジャイプールに来ているよ。ということで今いるのは駅、これからニューデリーに行きたいと思います。それではレッツゴー。マシャラー旅、今回も南アジア、インド、ついにインドの首都ニューデリーに移動します。今回はニューデリーにある大きなモスクに行く様子です。それではどうぞ。今までインドで何度か列車に乗ったんですが、全て寝台列車だったんですね。で、今回は寝台列車ではなくて特急みたいな感じで、ちょっとね値段も高いです。ただジャイプールからデリーまでは5時間弱で行くことができます。値段は815ルピー、日本円で1385円です。それでは一旦電車を待ちたいと思います。列車は入り口と出口が分かれてるから混雑してなくていいですね。面白い、3列2列結構広いんだ。ニューデリーの宿に到着。この宿はブッキングドットコムで予約しました。宿の名前が謎、マイボスバイバックパッカーズヘブン。今回は2泊2383ルピーなので日本円で4051円、1泊だいたい2000円です。というわけでお部屋はこんな感じ。大きなベッドが1つ、そしてこちらがバスルーム。めちゃめちゃ広いね。ちょっとカビ臭い気はするけど、まあ十分でしょう。それでは明日デリーの街を観光します。ではおやすみなさい。2023年8月6日、アジア中東旅19日目ということで、今インドの首都ニューデリーに来ています。今日はニューデリーの街を早速散策しようと思うんですが、早速街で会った人と中心地をお散歩中です。この辺が割とニューデリーの中心地です。この辺の建物はイギリス統治時代に建ったものらしくて100年を超えてるそうです。そして見えるかな、あっちにね大きなインドの国旗があるんですが、そこを中心に円を描くように道が作られてます。インドの道を渡るときは結構大変なんですが、デリーみたいな大都市となるとさすがに信号をねちゃんと守る人が多いので渡りやすいですね。ニューデリーにももちろんたくさん観光地はあるんですが、ちょっと行ったオールドデリーまで行くとまたねそっちも観光地がたくさんあるので、今オールドデリーの方に向かっています。ニューデリー駅の駅前はこんな感じで結構栄えていて、ご飯屋さんもあっていい匂いがする一方で、やっぱりね話しかけてきて騙そうとする人たちがめちゃめちゃ多い。女性もねここでは騙してくるんで、ちょっとね警戒しつつ歩きたいと思います。この辺はちょっと雰囲気が変わってきました。こんな感じ、電線めちゃめちゃ多くてちょっと古い感じですね。インドの道歩いてるとタバコを吸ってる人がいて、でその中ね結構大麻の香りがすることがあるので、その辺は気をつけないといけないですね。であとはたまに目が真っ赤の人がいて、そういう人は大体何かやってるのと、あとはサングラスかけてる人も全員とは言わないけど結構な確率でやってるので、その辺はインド旅する人は気をつけた方がいいです。暑い、めちゃめちゃ歩いてやっと到着しました。ということで今日やってきたのはこちらジャーママスジ、いわゆるイスラム教の礼拝所、モスクです。それではね早速中に行きたいと思います。モスクはここの入り口で靴を脱がないといけないので、そこでね靴を脱いで預けました。ということで中に入ります。モスクで入場料がかかるのは初めてですね。外国人だけ300ルピーかかります。なので日本円で510円です。ということでこのモスクの中に入りました。めちゃめちゃすごい。これ
超広いね。このジャーママスジッが建設されたのは1656年、当時インドがムガル帝国だった時代です。当時の皇帝、第5代皇帝であるシャージャハーンによってこのモスクは建設されました。当時都はアーグラという場所にあったんですね。そのアーグラには有名なタージマハルがあります。それを建設したのも第5代皇帝であるシャージャハーンです。彼がここデリーに都を移した時に、このモスクのすぐそばにお城を作りました。それと同時期にできたモスクです。そしてこのモスク、インドで最大のモスク、収容人数は2万5千人、同時に2万5千人がここでお祈りできます。このモスクの特徴は赤と白のコントラスト。赤は石砂岩という赤色の砂岩、そして白は大理石でできています。ものすごく美しいですね。周りにウドをするスペースがあるんですが、この大きな建物、モスクの目の前にこんな感じで水溜め場があって、みんなここでウドをしてますね。なんかいかにもな観光客が中に入ってましたが、一応礼拝する人以外は入っちゃダメって書いてあったんで入るのやめときます。ちなみにこのミナレットは高さが40メートルあるそうで、登ることができます。ただチケットが必要、200ルピーなので日本円で340円です。ということで、これからこのミナレットの上に行きたいと思います。はい、ということで、このね、細い階段、そして小さなドアから上に上がります。すごい、これ大理石でできたドームの近く、めちゃめちゃ巨大、玉ねぎみたいですね。ミナレットはこうやって登るんですね。そもそもこの大きなミナレット何であるかというと、イスラム教は1日に5回お祈りをしないといけないんですね。そのお祈りの合図をミナレットの上から流していたそうです。今はスピーカーが使われているんですが、昔はね、もちろんスピーカーなんてなかったので、高いところから、お祈りの合図を流していたということです。ということで、ここからこの40メートルのミナレット登ります。なかなか細い階段ですね。大きな柱が真ん中にあって、それ沿いに螺旋階段があります。そして明かり取りの小さな小窓がたくさんついています。はい、ということで、ミナレットの一番上に到着しました。すごいな、めちゃめちゃ高い。この向こうに見えるのがさっき言ったシャージャハーンが建てたお城なんですが、残念ながら今日はクローズしています。というのも8月15日がインドの独立記念日ということで、その2週間の間クローズして、いろいろね、イベントの準備をしているそうです。いや、very nice。 Yeah, you take it。 はい、ということで、ミナレットの上に登ってきました。今登ったミナレット、これめちゃめちゃ高いね、本当に。ちなみにあっち側のミナレットはインド人専用らしくて、外国人とインド人で分かれてるらしいです。そしてミナレット登ったら、イタリア人、フランス人、それからカナダ生まれで今サウジアラビアに住んでる人と会って結構ね話しました。さあ、それじゃあね、そろそろホテルの近くまで戻ろうかなと思います。こっから歩いて多分30分35分ぐらいかな。もうめちゃめちゃ暑いし、もうね3時半ぐらいなんですけど、朝から何も食べてないので、なんか食べようかなと思います。いやー、しかしインドは騒がしい。ジャイプールの方が騒がしい気がしますが、本当にね、走ってる車みんなクラクション鳴らします。ミンバザールに戻ってきました。ここはニューデリー駅の目の前の通りで、ここにはね、安宿がたくさんあります。私の宿もここです。ここはさっきの道から1本入ったところです。なんでこういう撮影になってるかというと、 GoPro をホテルに忘れました。めっちゃクラクションが鳴ってる。やっぱりこの辺というか、インドは細かい小さなお店が多いですね。
そして屋台とかお店とかでお香を結構炊いてるので、お香の匂いがします。その匂いはいい匂いですが、それと同時に生ゴミとおしっこの匂いもするので結構複雑ですね。見ての通りもう日が暮れてきてます。今の時間7時半ぐらい。さっきも言った通り朝から何も食べてないので、そろそろ夕飯かなと思って今歩いています。ということで今日はね、インドのマックでご飯を食べようかなと思います。というわけでマクドナルド到着。はい、ということで今回マックで注文したのはこちら、マハラジャマックチキン。インドのマックにしかないやつです。中身こんな感じで、ポテトとスプライト、これで330ルピーなので日本円で561円です。なんかめちゃめちゃ豪華だねこれ。チキンのハンバーグが2つ入ってて3段になってる。はい、それではいただきます。それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。